はい、どうもユッキーでーす。今日は、こちら試したいと思います。テトラの、ファンチップスタブレット熱帯魚の餌、魚が集まる見られる、水槽に貼り付けるフード、タブレット20錠入りで確か200円ぐらいだったかな。でした。はい。食べてるシーンを、観察できます。与え方、飼育してる魚の数により1個から数個、水槽ガラスに貼ってください。だそうです。はい。現在、水温が28度もあります。4月の19日なんですけど、すごいですね。水温。ね。うぅ、びっくりした。なんか死んでんかと思った。ヤマトさんの、あれか、抜け殻か。青こりちゃんでーす。青こりちゃんと、あと、あれですね。藻が大量に繁殖してますが。あと、赤ひれと、ヒメダカくんです。そして、あちらに見えるのが、スネールくんですね。スネールくんの、大量繁殖。それでは、与えてみましょう。大きさが、大きさがこれぐらいです。はい。裏と表が、色が違いますね。はい。それでは、くっつけたいと思います。くっつくの？これ大体。あ、くっつく。くっつきました。くっつきましたね。そもそもこれ餌と認識してるのかって話ですね。餌と認識、あ、ちょこっと、あ、崩れてきた。お。お。お、ちょっと、あれですよ。わかりづらいな、非常に。非常にわかりづらいですね。ん？あった。この状態にしてみましょう。若干、崩れて、いはするんですが、あ、だんだん崩れてきましたね。お！餌だと認識して、お、食った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 。ちょっとずつね、あのね、分解してきてますね。ほら、あ、食べた。つっついて、これ自体つっついてないんですよ。それは壊れたその、かけらを食べてます。はい。壊れたかけらを食べてます。でもその、もの自体をつっつくことは、してないですね。
まあ、俺初めてですからね、こんな餌ね。与えるの。まあ、グッピー、一応このテトラの見た感じでいくと、グッピー的なやつですね。グッピーちゃん。熱帯魚の餌って書いてあるんですけど、まあ。うん。これ慣れだろうな、多分な。これ何度もこれ、やってれば、これ、餌と認識でつっつくんかもしんないけど。現状。お、あ、お。いや、つついては、あ、あ、こ、あー、でもやっぱ、崩れたやつを食べてます。あー。なるほどね。でも結構一粒で、結構量ありますんで、量ありますからね。で、問題、最近問題になってんのは、ヤマトヌマエビの、がですね、コリドラスと一緒に飼ってるんですけど、コリドラスの餌のタブレット、コリタブをですね、あげるんですが、ヤマトくんが全部持っていくっていう、のに非常に困っておりまして、それの解決策は、一つありました。プレコの餌。プレコっていうコリドラスをでかくしたような魚ですね。そのた、餌がですね、非常にまあでかいと。コリタブの、3倍、5倍ぐらいあるんですよね。なので、それだったら持ってこれないだろうと。持っていけないだろうと。重すぎて。なので、それをね、まあ、コリドラスに、の餌として与えることにしました。うん。で、ヤマトさんは、あそこにある、もう食べてもらいたいんですよね。だから、もともとそのために買ったんですけどね。ヤマトさん、10匹。ヤマトくん10匹買ったんですけど、あ、すっげえ崩れてきた。うわぁ。崩れた、崩れた。崩れましたね、だいぶ。なるほどね。だいぶ崩れましたね、今。一気に。あ、これは、うん。まあ、20粒入りで200円ぐらいなんで、だいたい、1錠、10円ぐらいです。なんでまあ、ね。皆さん、まあ買うかどうか、このお試しサイズがあるんで、ちっちゃいやつがあるんですよ。でかいやつもあるんですよ、この、いっぱい入ってるやつね。75粒入りのやつもあるんですけど、まあ最初20粒入りのやつを、まあ、買った方がいいんではないかなとは思います。ということで、皆さんお疲れ。バイビー。